デビッド・テイラー・プライスは、アメリカ合衆国テネシー州、マーフリーズボロ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。デビッド・テイラー・プライスは、テネシー州マーフリーズボロで、父デビー、母、ボーニーの元に生まれた。彼には二人兄弟がいる。彼は、幼少期に野球を始め、アトランタ・ブレーブスのファンで、外野手。 デビット・ジャスティスがお気に入りの選手だった。10代の頃、クーパーズ・タウン・ドリームズ・パークに通った。ブラックマン高等学校に進学し野球とバスケットボールで活躍した。高校時代、防御率0.43、脱三振151を記録した。2003年と2004年に、ラザ・フォード軍 MVP ピッチャーに選ばれ、最終学年時にマイケル・アルコーンと共にコディストリックと、 7AA ピッチャー賞、2002年から2004年の3年、連続ラザフォード軍男子アスリート賞を受賞した。2004年、ニューメキシコ州アルバカーキで行われた、高校全米選手権に出場した。2004年の MLB ドラフトで、ロサンゼルスドジャースから19巡目に指名を受けるが、契約せず、奨学金を受けて、バンダービルト大学に進学した。 バンダービルとコモドアズ野球部に所属し、3年間ピッチャーを務めた。2005年の1年時、プライスはベースボールアメリカ史とコリジエートベースボール紙の両方から全米大学新人賞を受賞した。同年彼は2勝4敗、19試合中防御率2.86、脱三振92、691、3イニングで投球した。この頃は、 まだそれほど登板させられず、プライスは野球を辞めて、地元のマクドナルドで働こうと考えるようになったが、チームコービン監督に説得されて思いとどまった。同年夏、プライスはアメリカ合衆国代表に選出された。2勝0敗、5試合2823イニングでの防御率1.26、39奪三振、13、フォアボールを記録した。8月2日、 ニカラグア戦で5ヒットのみ、関東カンプした。2年時の2006年に9勝5敗、防御率4.16、投球戦1 0 1 3イニングを記録した。脱三振155は、学校新記録であった一方、死球は43であった。シーズン最初の先発6回で彼は、アーカンソー大学戦の17脱三振を含み、平均10以上の脱三振を記録した。 同年、彼は、ゴールデンスパイク賞の最終選考の5人に残り、ロジャー・グレメンス賞では2次選考に入った。全米大学野球記者協会、全米野球監督協会、サウスイースタンカンファレンスの全米チームに指名された。同年夏、キューバで行われた、世界大学野球選手権大会に出場し、8回、先発してプライスは5勝1敗、防御率0.20でチームに、 金メダルをもたらした。3年時の2007年は11勝1敗、防御率2.6394奪三振を記録し、前年に記録した奪三振の学校記録をさらに更新した。彼は13313イニングで投球し、全米の奪三振投手のトップとなった。SEC での最後の先発はミシシッピ州立大学戦であった。 プライスは関東時、5ヒット2ラン、11奪三振、フォアボールなしで9回になった。大学野球最後の先発は、ナッシュビルリージョナルの初戦となる、オースティンピー州立大学戦であった。9回5ヒット1ラン、2フォアボール、17奪三振で終了した。大学野球最高賞とされるディックハウザー賞、ブルックス・ウォレス賞、ゴールデン・スパイク賞とロジャー・クレメンス賞の両賞を、 受賞した。レイズ時代2007年の MLB ドラフトでタンパベイデビルレイズから一巡目に指名を受け、8月15日に契約金560万ドルを含む6年総額850万ドルの契約を締結し入団。ただしこの契約には年俸調停権を得た場合に契約で定められた。年俸を取り消して調停を受けることができるという条項が加えられた。 2008年は a 級、AA AA、a a プ a a 級合計で12勝1敗、防御率2.30の高成績を上げてメジャーに昇格し、9月14日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。5試合に登板して防御率1.93を記録し、チームは球団創設以来初の地区優勝。ポストシーズンのロースター入りを果たし、 ボストン・レッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは3試合にリリーフ登板して相手打線を無安打に抑え最終第7戦ではセーブを記録してリーグ優勝に貢献一役ヒーローとなったフィラデルフィア・フィリーズとのワールドシリーズでは2試合に登板したがチームは1勝4敗で敗退した2009年は開幕をマイナーで迎えたが5月に昇格し 5月30日のミネソタツインズ戦で6回途中11奪三振の高頭で初勝利を挙げた。先発ローテーションに定着し10勝7敗、防御率4.42の成績を残した。2010年は4月25日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初完封勝利を挙げるなど、前半戦で12勝4敗、防御率2.42の好成績でオールスターゲームに 初めて選出され、リーグの先発投手を務めた。最終的に、リーグ2位体の19勝、同3位の防御率2.72を記録し、チームの2年ぶりの地区優勝に貢献。テキサスレンジャーズとのディビジョンシリーズでは、第1戦と第5戦に先発するが共に敗戦投手となり、2勝3敗で敗退した。サイヤング賞の投票では、フェリックス・ヘルナンデスに次ぐ2位に入った。 2011年は初の開幕投手を務める。12勝13敗、防御率3.49と前年を下回ったが、リーグ最多の34試合に先発して218、脱三振を記録。フィップなどのセーバーメトリックスの観点からは、前年よりも優れた投球内容であったことが示されていた。チームは9月にボストンレッドソックスを逆転して、ワイルドカードを獲得。 レンジャーズとのディビジョンシリーズでは、第3戦に先発し、6回まで無失点に抑えたが7回に、捕まって、敗戦投手となり、チームは1勝3敗で敗退。2012年は20勝5敗、防御率2.56205奪三振を記録して、最優秀防御率、最多勝利の2冠を獲得。サイヤング賞の投票では2位のジャスティン・バーランダーを4ポイントという、 金差で抑えて、初めて受賞した。2013年は、出だしから大量に、ホームランを浴びた上、5月には審判とのいざこざで、罰金を課されたほか、利き腕である左腕の筋肉を痛めて、故障者リスト入りする状態で、シーズン序盤を過ごした。しかし故障から復帰してからは調子を取り戻し、最終的には規定投球回に到達し、 防御率3.330勝8敗だった。2014年は23試合に登板して11勝を上げ、170.1イニングで189奪三振だった。2014年7月31日に、レーズ、シアトルマリナーズ間の三角トレードでデトロイトタイガース移籍した。 タイガース加入後は11試合に先発登板し、防御率3.594勝4敗と、やや調子を落としたが、相変わらずのペースで三振を奪った。最終的には、いずれもメジャー1位の248.1イニング271奪三振を記録し、アリーグの奪三振王になった。なお、この年は、全体的にピッチングに波があり、5次席点以上を起死した試合が7試合もあった。 2015年は21試合に登板し9勝4敗防御率2.53と高騰したトロントブルージェイズ時代2015年7月30日にダニエル・ヌリス、マット・ボイド、ハイロ・レーバートとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した移籍後は投球内容がさらに凄みを増し11試合に投げて防御率2.309勝1敗という圧巻の内容だった タイガースとの合算では、アリーグの最優秀防御率に輝いたほか、同3位の18勝、同2位の勝率、783、投球イニング数を上回る225奪三振を記録し、プレイオフ進出に貢献した。オフの11月2日に FA となった。2015年12月4日、ボストンレッドソックスと7年総額2億1700万ドルの契約を結んだ。 この金額は、投手として、当時の史上最高額である。キャリアを通じて、これまでの背番号は14だったが、レッドソックスの背番号14は、永久欠番のため、24をつけることになった。2016年4月5日の開幕戦で、遺跡後初勝利を挙げたが、序盤は5月までに1試合5失点以上を4度、喫すると、防御率4.62と乱調だった。 7月以降はやや持ち直し、チーム2位、リーグ4位体の17勝を記録、両リーグサイトの230イニングを投げたが、序盤の不振もあり、防御率は3.99に落ちた。2017年開幕前の1月5日にシーズンを優先するため、第4回 WBC のアメリカ合衆国代表への不参加の意思を表明した。しかし、2月末に腕である左肘に、 違和感を発症し、開幕を故障者リスト入りで迎えることになった。戦列復帰後は11試合に先発登板して、防御率3.825勝3敗という成績を上げていたが、7月に入って同じく左肘に炎症を発症し、再度故障者リスト入りした。9月の戦列復帰後は、リリーフに洗練し、5試合8.2イニングを3案だ。 無失点2球1 3奪三振と高騰した。レギュラーシーズンのトータルでは、防御率3.38ホイップ1.19だった。2018年は先発ローテーションに復帰し、最初の2回の先発で合計14回を投げ、無失点を記録し、2回目のフェンウェイパークでの先発からの降板の際には、スタンディングオベーションが行われ、球場が熱狂する事態になった。 その試合の後、アレックス・コーラ監督は、彼が健康な時は、リーグで最上級の投手の一人である。と答えた。4月11日のヤンキース戦に先発登板したが、主根肝症候群の軽度の症状で1回4、失点で降板したが、故障者リストには入らなかった。レギュラーシーズンでは30登板で176回を投げ、16勝7敗。 防御率3.58177奪三振を記録した。ポストシーズンでは、はじめにアるズのニューヨークヤンキース戦の第2戦に先発したが、1.1 1回3失点で敗戦を喫した。この試合で、ポストシーズンでの自身10先発目となり、今までの先発試合を全て敗戦していることになる。次にアルックスのヒューストンアストロズ戦の第2戦で、登板。 4.2回4失点で降板するも、チームは7から5で勝利を飾った。第5戦は、当初クリス・セールの先発投板の予定だったが、健康上の理由により投板を回避し、先発投板することが急遽決まった。6回無失点、9奪三振の高頭で自身初のポストシーズン先発勝利になった。ワールドシリーズ第2戦に先発投板で6回に、 失点とロサンゼルスドジャース打線を封じ込め、チームも4から2で勝利。第3戦ではリリーフとして登板し、2、3回を無失点に抑えた。第4戦目でも、ブルペン入りをして肩を作っていた。第5戦の先発予定は、順序的にはセールだったが、コーラ監督は、ナショナルリーグの球場では、先発を早めに下げることにもなる代打があることを考慮し、プライスを、 先発投手に起用した。デビッド・フリースへの1球目で、本塁打を打たれることはあったものの、その後の14打者を抑え込んだ。7回を投げ切って5から1と、チームが勝っているところで交代となり、残りの6つのアウトカウントを、ジョー・ケリーとセールが奪い、ワールドシリーズ優勝を決めた。10月31日に、チームの優勝パレードに先立って、私たちは今年優勝を決めた。 でももう一度このチームで優勝をしたい。と言い、オートアップと契約の破棄を表明した。11月の初旬に、全米野球記者協会のニューヨーク総会にて、ポストシーズンで最高な成績を上げたため、ベイブルース賞の受賞者であることが発表された。少し遅れた同月に、アメリカンリーグのカムバック賞を受賞したことが発表された。2019年開幕前に、背番号を 長男のゼイビアの頭文字をローマ数字に見立てた十に変更した。シーズンでは5月に左肘の炎症で故障者リスト入りした。8月初頭には第二子の誕生に立ち会うためチームを離れた。その後すぐに左腕の三角繊維軟骨複合体損傷で故障者リスト入りし、9月1日に復帰したが追加の治療のためシーズンを終了することになった。 2020年2月10日にアレックス・ベルドゥーゴ、ジーター・ダウンズ、コナー・ウォントのトレードでムーキー・ベッツと共にドジャースへ移籍した。しかし新型コロナウイルスの感染を懸念して出場を拒否する権利を行使した。年俸3200万ドルは放棄された。平均球速約時速 151km のツーシームが約20%ほぼ同じ球速のフォーシームが 約35%ほどで、この2球種で55から60%を占める。また、最大の武器である、平均球速時速 137km 程度の、チェンジアップが、約22%、約時速 144km のカットボールが、約10から15%、同様に、約時速 128km のカーブを、約10から15%ほどの割合で投げる。 ありがとうございます。